井上尚弥はバンタム級に続きスーパーバンタム級でも4団体統一王者となった。今までは一発で簡単にダウンを取っていたが、タパレス戦では10ラウンドでの決着となった。2階級を制覇した元世界王者の畠山孝則氏が階級の壁について話した。1階級違う選手に勝つのがどれだけ大変かを分かっているからこその発言だと思う。果たして階級の壁はあったのか、今後さらに階級を上げていくのか。井上尚弥や大橋会長、実際に戦った選手や元王者明白楽はどう見ているのか。はじめにノニトドネアとのエピソードも興味深い。ドネアは元 IBF 世界フライ級王者であり、元 WBA 世界スーパーフライ級暫定王者であり、元 WBC、WBO 世界バンタム級統一王者であり、元 IBF、WBO 世界スーパーバンタム級統一王者であり、元 WBA 世界フェザー級スーパー王者で、さらに元 WBA 世界バンタム級スーパー王者でもあり、世界5階級を制覇した王者だ。今の井上よりも重いフェザー級でも世界王者になっている。そんなドネアに井上尚弥はバンタム級時代に KO 勝ちした。当時井上に負けた直後のドネアはとても記者会見ができるような状態ではなかった。肩を落とし涙を流し、居合わせたスタッフも言葉をかけられない。そこへ井上が記者会見を終えてまっすぐにドネアの控室を訪れた。3本のベルトをまとめ上げた井上は同行するスタッフを扉の外で待たせ、一人で部屋に入りドネアに握手を求めた。そんな井上にドネアはこう語りかけたという。君の実力は誰もが認めている。君はすごいボクサーだ。このまま4団体を統一してほしい。スーパーバンタム級に上げても君ならやれると。ドネアの言う通りになった。ドネアは井上なら階級の壁を越えられると感じた。実際にスーパーバンタム級の統一戦タパレス戦でのクライマックスは突然訪れた。何しろパンチを放った井上がびっくりしたという結末だった。10ラウンド井上が一度ワンツーを放ち、再度ワンツーを打ち込むと、最後の右ストレートがガードを固めていたグローブごとタパレスのテンプルを直撃した。ロープに背中から弾き飛ばされたタパレスは両膝から崩れ落ちて両手をついた。左膝を立てなんとか立ち上がろうと踏ん張るが立ち上がれず、レフェリーは10カウントを聞かせた。井上は手応えは正直なかった。これだけダメージが蓄積されていたんだとその時に気づいた。ポーカーフェイスで苦しい表情を見せないのでそこまで読み取ることができなかったと話した。だが試合後タパレスはそんなにパンチは打たれていない、ボディは打たれたけど今は大丈夫だ、非常にいいパンチが決まったことが原因だと思うと、ダメージの蓄積ではなく最後の右ストレートの威力のせいだと話していた。井上は達成感もあり嬉しいが、通過点として捉えた一戦なので今日の嬉しさを少し噛みしめながら過ごして、また次戦に向けて頑張っていきたいという。タパレスとの試合中ラウンド間のインターバルでモンスターは嘆いていた。パンチを当てづらい。4ラウンドに溝落ち、脇腹、レバーとボディにパンチを食らわせておいてからの左フックが顎を捉えた。タパレスの動きが止まると左、右、左の嵐のようなトリプルフックでタパレスは両膝、両手をついてダウンした。だがタパレスはニヤッと笑い立ってきた。4ラウンドはフィニッシュに持ち込むことができなかったが、井上は続く5ラウンドに勝負に出た。だが後ろ重心のショルダーブロックと上体を反らすボディーワークでタパレスはモンスターの攻撃をかわす。パンチのヒットポイントをほんの少しずらされクリーンヒットにならない。そして打たれてもタパレスは耐えた。アッパー、フックの逆襲も受けた。井上は過大評価していたタパレスの攻撃力の部分は想定していた通り、だがディフェンス面が思ったよりすごくて意外とパンチを当てられなかったと話した。父の慎吾トレーナーは打ち終わりを狙っていい、慌てなくていいよ、コツコツじりじり言ってダメージを与えればいいよと伝えていた。試合後井上選手はスーパーバンタム級ではこうして4つのベルトを集めましたが、今の適正階級はスーパーバンタム級だと思っていますし、来年再来年とまたこの階級で
もっと強い姿を見せられるように精進していきたいと思いますと、来年以降も同階級で戦い続ける意思を表した。さらに来年5月に噂されている試合が実現するかどうかはこれから交渉を詰めていくところ、皆さんファンが喜ぶような試合、見たいと思う試合を実現したいと思いますので、どんどん声を上げていただければなと思いますと言った。大橋秀行会長は、判定勝ちと KO 勝ちでは全然違う、この状況で KO 勝ちしたことに改めて凄さを実感したと興奮気味に話し、2022年12月バンタム級4団体統一戦で終始ディフェンシブなポール・バトラーを11回 TKO で倒した時と同じセリフを口にした。判定濃厚というムードの中でも最後は KO してしまう。対戦相手はギリギリのところでしのぎながらも徐々に追い詰められダメージを与えられている。試合会場で井上の試合を観戦した直後の畠山貴則は、早期決着と言っていたので結果的には大外れ、思ったより数倍タパレスがうまかったと苦笑いして続けた。一応これも階級の壁なのかなとも思いましたけど、今までみたいに序盤でガーンという感じじゃなくてと言った。確かに2018年5月25日 WBA 世界バンタム級王者で身長差で10センチメートル、リーチ差で12センチメートル上回っているジェイミー・マクドネルと対戦し、開始直後に左ボディが当たるとすぐさま攻勢を仕掛け、左ボディでダウンを奪い、その後もラッシュを仕掛け、初回1分52秒 TKO 勝ちを収めた試合があったし、2018年10月7日元 WBA 世界バンタム級スーパー王者ファン・カルロス・パヤノに1回1分10秒 KO 勝ちを収めたこともあった。パヤノとの1分10秒の試合時間の中で、井上は合計3発しかパンチを放たなかった。井上の高速のワンツーがクリーンヒットし、パヤノは後頭部から倒れ、パヤノの8年のプロキャリアで初めての KO 負けとなった。そんな光景を見てきたからか、畠山は相手は耐えてるもんねと語った。それでもこんなことは100年はないんじゃないですか。サッカーならクリスチアーノ・ロナウドとかリオネル・メッシとかのレベルなんだから、とここまでの井上の戦績を絶賛した。 WBC 同級指名挑戦者ルイス・ネリと WBA 同級指名挑戦者ムロジョン・アフマダリエフの名を挙げ、この2人とやってフェザー級に行くでしょ。本人は来年も再来年もスーパーバンタム級と言ってますけど、周りはねビジネスですからと井上尚弥の階級アップを予想した。井上と2度戦ったノニトドネア、落下数々の選手を指導してきた名トレーナーで元 IBF 世界スーパーフェザー級王者のロベルト・ガルシア氏は、井上の試合を午前3時に起きてみたよ、彼は見たくなる選手なんだ、相手が誰であろうが関係なくね、という。多くの人がタパレスについて知らないかもしれないけれど、タパレスはムロジョン・アフマダリエフに勝った男だ。アフダマリエフは強いぞ、それに勝ったんだから簡単な試合であるべきではなかった、ただ井上が特別なんだよと。井上を倒せる選手がいるかを問われると、ラッキーパンチとか井上が体調の優れない中で試合をしたり拳を痛めたりしない限り誰も倒せないと思う。122ポンドスーパーバンタム級では誰かが彼を倒すことはないと答えた。122でビッグファイトになりそうなのはルイス・ネリかアフダマリエフだろう。アフダマリエフは力強くてパワーもある。アフダマリエフにはチャンスがあるかもしれないが、それでも井上が勝つ。井上は特別だから、フェザー級に転向しても同じこと。フェザー級にも良い王者がいるけど井上は特別だからと、フェザー級にも相手はいないと見ている。畠山が言っている壁というのは、相手が大きくなって倒れにくくなっているということかも。確かに昔の相撲取りの曙屋や武蔵丸を相手にしたら井上のパンチでも倒れにくいと思う。それでもボクシングをやらせたら圧倒的に勝利するだろう。ただ単に相手が大きくなったからといって井上が苦戦することはないのではないか。さまざまな証言や意見から、また試合を見た印象だと、やはり井上尚弥のボクシングは強すぎる。試合をコントロールする力、メンタル、テクニック、スピード、パワー、ボクシングの総合力が高すぎる。そんな井上選手には階級どうのこうのではなく、
自分が動きやすい体重でのビッグファイトを期待したい。井上チャンピオン、応援しています。井上尚弥に幸あれ。あなたはどう思いましたか？コメント欄で話し合えたら嬉しいです。